どうも皆さん、おはぼんばぼんばちゃぼんばんは、徳島のパムギネス。いつもご視聴とコメント、高評価本当にありがとうございます。さあ本日もね、ドッカンバトルやっていくんですけども、徳島ではただいま大雨降ってるんですけども、その大雨を消し去るような激アツお知らせが来たということで、まあそちら見ていくのと、あとですね、この3億5000万ダウンロードのダブルドッカンフェス A コース B コースが来るんですが、どっち引いた方がいいのかっていうのをね、ちょっともうお話しさせていただこうかなと思いますので、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。来ましたね、あと7日ですよ。今撮影してるのが8月19日夕方5時に撮影してるんですけども、あと7日、いやーあと1週間ですよ。楽しみですね。で、やっぱり私の同世代、イクパコネンの人はね、1985年生まれなんですけども、イクパコネンの人はやっぱりナメック星編はもうドンピシャ世代かなと思ってます。やっぱりもうユキチが飛んでいくんじゃないかなという話はまあさておいてですね、まあお知らせの方さっきね、まあ見ていきましょう。地球丸ごとカウントダウンキャンペーン、全世界3億5000万ダウンロード突破ということで、地球丸ごとカウントダウンキャンペーン、これね、まあ見ていくんですが、はい、全世界3億5000万ダウンロード突破、地球丸ごとカウントダウンキャンペーン開催ということで、カウントダウン期間中はログインボーナス、SNS 投稿、デイリーミッションで合計28枚の記念貨車チケットがゲットできる。そう、この記念貨車チケットで、先ほど言いましたダブルドッカンフェス A コース B コースが引けるということで、で、集めた記念貨車チケットで、これですね、書いてますね、全世界3億5000万ダウンロード突破記念ダブルドッカンフェスを引こうということで、さらにログインで1日1回入籍などがもらえる。で、来ましたこれね、ウルトラスーパーラッキーがなかなか出ないサタンのドキドキプレゼントということで、新たな特別イベントも開催ということで、はいはいはい。で、キャンペーン内容、カウントダウンログインボーナス。はい、もうこれね、もう皆さん、15時に、ログインした方ももらってるかと思います。で、チケットゲットキャンペーンですね。で、これですよ。全世界3億5000万ダウンロード突破記念ダブルドッカンフェスということで、これね、後ほどお話しさせていただきます。で、カムバックキャンペーン、ナメック星に緑を。素晴らしいな。で、サタンのドキドキプレゼントとか、これね、サタンのドキドキプレゼント、今日の朝からやったよね。立ち上げたらね、急に始まったんで、あれ、今日からかと、全然分かんなかったんですけども、ね、新たな特別編イベント、飛び出せ宇宙へナメック星の旅路ということで、ナメック星編カテゴリーの、スキル玉がゲットできるんで、これもね、忘れずにやっていきましょうということで、はい、超激戦イベントすべて開放ということで、これ、できてない方ね、ドカン覚醒できてない方、チャンスですって話です。で、極限 Z バトル大量復刻。ね、銭貯めましょう。で、交換、ポイントがですね、3割引き交換する今がチャンスということで、これですね、やっぱりね、皆さんもう待ちに待ったんではないでしょうか。経験値4倍、なんか噂では5倍が来るぜっていう噂になってたんですけども、5倍は聞いたことないんでね。まあ4倍までかなと、まあ5倍来たら激アツだったんですけど、まあまあそれは、まあ、10月までありますから、リンクスキル、皆さん上げていきましょう。僕ね、リンクスキルあんま得意でないんで、あんまりやらないかと思うんですけども、まあね、いろいろも激アツなお知らせが、まあ、来てるということで、これですね。はい、ダブルドッカンフェス、A コース、B コース、どっち引いた方がいいのかと、ちょっとね、お話しさせていただきます。ちょっと画面切り替えます。はい、こちらですね、全世界3億ダウンロード突破記念ダブルドッカンフェス、こっちが A コースです。はい。で、こっちが B コースとなってます。で、単発でも弾けるんですが、あえて別に今慌てて弾かなくてもいいんじゃないかなって思ってます。まあ、7連で、連続ガシャ弾けるんで、7連弾いてもいいかと思うんですけども、まあ、50枚溜まってから弾いた方がいいんじゃないんかなって思ってるところもある。まあ、それはもう皆さんに任せますけども、で、A コース、B コース、どっちの方がいいんですかって、いう話なんですけども、まあ、どっちもね、キャラクターは強いです。強いんですが、強いて言うなら、こっちだろうと。B コース。なんでか、もうわかりますよね、皆さん。これですよ。これ。これ。伝説の Z ソード、孫悟飯、かっこ青年期。このキャラ持ってない方、ぜひ狙おうと。ね。ドッカン覚醒後、これなんですよ。で、アクティブスキルで、あのですね、アルハンに、まあ、進化するんですけども、
ただ魅力なのはアルハンも強いです。アルハンも強いんですが、魅力なのはこの携帯、この状態。まあちょっと読んでいきましょうか。もう皆さんご存知なんでしょうけども、リーダースキル、救世主または混血サイヤ人の購買率リーダーですね。はい、そうです、そうなんですよ。でパッシブが優秀なんですよ。自身のアタックとディフェンス 140% のところでも自体でもうぶっ壊れなんですよね。でターン開始前、自身の気力プラス1で最大プラス3で、アンド全ての攻撃をガードで、ガードが決まるとそのターン中さらにアタック 40% ですよ。強くないですかこれ。強いよね。うん。ただそれだけじゃない、必殺技 Z ソードスラッシュ、アタックとディフェンス大幅上昇、無限上昇、なおかつ大幅上昇してくれるんですよね。アタックディフェンス上昇ってだいたいね 10% なんですよ。で大幅上昇っていうことは、そうですね、 30% 上昇だったかな、 20% だったかな、ごめんなさい、そこよりちょっと曖昧なんですけども、アタックディフェンス上昇っていうのはだいたい 10% なんですよね。うん、これね、長期戦向きですし、スーパーバトルロードでも大活躍間違いなしなんで、おっと噛みすぎたちょっと噛んだんですけども、うん、ぜひもう噛むほども興奮するぐらいのキャラクターなんで、ぜひ持ってない方、この B コースを引くのをおすすめする。うん、これ素晴らしいですよね。でアルハン、これアルハンのこうなった時のパッシブも優秀なんですよ。自身の気力プラス、アタックディフェンス 158% アップで全ての攻撃をガード、ガードが決まるとバトル中さらにアタック 58% アップで、敵が1体敵の HP 58% 以上の時、また魔人ブー編カテゴリーの敵がいる全属性効果抜群で攻撃ですよ。いやーこれね、2020年の時にあのね、何月だったか忘れましたけど、実装されてから未だに使うんですよね。だから運営さんはご飯ちゃんが好きなんじゃないか説も浮上してる。うん、でただ必殺技でね、あのアタックとディフェンス無限上昇が途絶えてしまうんで、あのね、使い方としましては、長期戦だったらあの最初の方はアロハに変身、しなくてそのままね、あの Z ソードスラッシュのご飯ちゃんでそのまま行きまして、最終のバトルでこのアルハンにね、あの進化強化したらですね、だいぶ火力出しますから、これねぜひ狙っていただきたいな、持ってない方ね。うん、であとなんですけど、まあこれも強いですよね。どれもこれも強いです。うん、持ってない方はまあ狙ってもいいんです。あのね、 B コースの方が僕ねいいかと思うんですよ、このラインナップ。うん、ピックアップね。うん、いや本当に素晴らしいと思う。あここもあるんだ。あ、ちょっと古めのちょっとピックアップがね、だいぶ要件ありますから、ちょっとアロハン一体狙うっていうのは難しいかもしれませんけど、めっちゃあるやん、そういうとこやな、運営さんねで何体おるの。1体2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、まあいっぱいあるっていうことですわいっぱいあるっていうことなんで、ちょっと隔離アルハ一体狙うっていうのはちょっとあのね、確率としてはちょっと少ないかもしれないですが、まあ出ること願いますわ。うん、出ること願う、ぜひ狙って。僕もね、一突なんで、まだ一突なんですよ、このご飯ちゃん。なんでね、このね、チケットで出て二突にさせたいかなと思ってます。でこの A コースもいいですよ。 A コースも素晴らしいですけど、うん、 A コースも強いですね。この海洋系も強いです。このスーパーサイジ2、ベジータも強いです。もう全部全部強いです。このピックアップ何がおるの。あ、ナイキンさんおるんや。ナイキンさんではないですけど、はい、すいません、あのね、有名配信者さんの名前をね、まあ言っていいのかちょっと分かんないですけど、すいませんすいません、マジですいません、はい、はい、そういうことですわ。うん、あ、もうここ以来いいですね、この神次元もね、このごあの身勝手の極意木差さんも、これも極限 Z、覚醒、来てもぶっ壊れになりましたからね、持ってない方もぜひ狙ってもいいんじゃないかなと思ってる。まあどれももう極限 Z 覚醒来てますから、どれもこれも強いんですが、うん、あ、そうか、ここもラインナップ素晴らしいな。いやーでもやっぱりね、
私的に B コースをおすすめするから回すんであればね。まあそんな感じですね。いや楽しい。あと7日ですから、組を長くして待っておきましょうというところでね、まあ皆さん無理のない課金をしてこの独感バトル楽しんでいきましょうというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。